さんの歩いたところにもちょっとあったかもしれませんが、60センチの40センチという大きい版で、地域37カ所にこういう DIY をあの掲載しております。またあの折がありましたら見学をしていただけたらと思います。これはあの30数年前にあの地域のお年寄りの人たちに、聞き取り調査を、6人の先生中心にやって集めたものです。非常に貴重なものだなという思いで、私どもそれをもう一度地域の人に知っていただくということで今その、あの立てる活動を若いメンバーに手伝って、いただいてやってきたものです。あのまた金山金山についてもあのずっと今看板作りとか支援活動を星野山吹の里の資料館長を支える形で私ども手作りでずっとやっております。またこの地域の今日の行事もねいい方向行けばいいなという思いであのできる会の応援ができたらなという思いで、昨年はこの地域の氏子住人の皆さんと鎌倉宮というところの研修旅行文化協会の研修旅行を氏子の住人の皆さんと一緒に行って、まあ、この大念仏なりこの地域があのさらに活発になればいいという思いであの会ながらご協力させていただくという思いで、やらせていただいております。せっかくですので皆さんにですね今日はあのこれはあの教育委員会の柳田さんに、あのご協力いただいて、作った秋山の民話一覧です。あの表に41話あの立ててる本数は37本で1本に2話というのもございます。私どもの この隣の浜里地区には、一番多く、あるものですから、少しまとめて37箇所に41話、最後に金山金山の紹介も入っております。こういう形でどこにあるかというちょっと説明があるんですけどそれでも分かりづらいんですけどねあのこういう資料 あります。秋山では秋山の師匠とかいろんなところへ置かせていただく予定でおりますがあの大勢の方に配布するのは今回が初めてでございます。あのもったいぶってるわけじゃございません皆さんに少しでも知っていただければと。じゃあすいませんが一部ずつ取ってお待ちいただければと思います。